もう、ガレンバイヤーもう今回の湘南ベルマル対名古屋グランパスの今回試合、まあ、いろいろと言いたいことあるけど、やっぱりね、私ね、ちょっと、サッカー大好きで、特に湘南ベルマル大好きなんですけど、やっぱりね、サッカーの知識とか、こう、サッカーの戦略とかについて、戦術とかについては、もう、ど素人だからね。だから、この際ちょっとね、気持ちの面でね、言わせてほしい。あのね、気持ちでね、負けてると思うんだよね、湘南ベルマル。もうね、もう、プンプンっすよ、お兄ちゃん。もう、プンプン。うん。いやー、キム選手キム選手ね、いやー、気持ち入ってたよ。決勝で決めたキム選手。セットプレーからヘディングズドン。あれね、結構気持ち入ってたよ。見た感じね。どうしろっての感じだよ、気持ち入ってるって。いやー、つい先日までね、コンサートで札幌にいたらしいんですよ、そのキム選手。いや、とんでもない気持ちと覚悟でね、あの試合ノートンでたと思うよ、湘南ベルマル戦。それがね、やっぱ呼び込んだって、スクラムとちょっとはね、絡んでると思うんですよ。うん。だけどね、まあ、比較するのは良くないけど、こう、今、湘南ベルマルね、ちょっと、なんか連敗が続くと、ちょっとどん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 なんか、ちょっと、モチベーションっていうか、なんていうか、こう、ちょっと気分が沈んでるというか、ちょっと、気持ちがなんか、意気消沈しちゃってるみたいなことになっちゃってるね、そう。湘南ベルマル伝統のね、ちょっとね、悪い癖出ちゃってる。そう、湘南ベルマル伝統のね、ちょっと、一度連敗が始まるとなかなか止まんなくなる、そう、連敗癖。あれね、ちょっとほんとね、うん、よろしくない。よろしくない癖また出ちゃってる。去年と同じ。去年みたいなね、悪い癖出ちゃってる。事実、それがもうね、去年多発した5連敗、6連敗の5連敗になった。いやー、沼ってるな感じ。うん。まあ、完全に沼ってるね。うん、まあ、いろいろと、理由あると思うけど、私の目線から言わせると、サッカーどしろって私の目線から言わせると、こう、とにかくね、こう、気持ちで負けてる気がする。まあ、一昔前の湘南だったら、ルヴァン取ってた頃の湘南だったら、先制で取られても追いついて逆転できてたはず。まあ、逆転とかではいかなくても追いついてたはず。すぐに点奪い返して追いついてたと思うんだよね。だけど、今の湘南見てると、先に点取られたら無抵抗のまま終わることがとにかく多い。だから、気持ちで負けてるんじゃないかなと思うんだよ。まあ、サッカーど素人の目線から考えたら気持ちで負けてると思うんだよね。生たちは顔に出さないと思うけど、気持ちで負けてんじゃないかなと思うんだよ。だから、なんだろう、サッカーど素人のサポーターから言わせると、まあ、とにかく、もっともっと、熱くなれよ。そうだよ、松岡修造じゃないけど、熱くなれよ。それしか、俺は、今回試合、言えない。まあ、そこだね、ちょっと説教タイムはおしまいとしまして。ただまあ、間違いない。ポジ予想多いですよ。ポジ予想多い。もちろんポジ予想多いよ。そう。まずはですね、杉岡選手。いやー、久しぶりに、湘南ベルマルユニフォーム着て、帰ってきました。おかえり、ルヴァンカップ、MVP。いやー、杉岡選手の復帰はでかいね。何よりね、湘南スタイルをね、知り尽くしてんからね。こう、たとえね、ちょっとね、あれ、出戻りだったとしてもね、すぐにね、馴染めると思うんだよ。事実、ビンカーとかも、試合終了後のインタビューで、杉岡選手で結構練習見たらすぐ馴染んでた。ってことを言ってたからね、杉岡選手ね、やっぱすぐ選手でフィットしてね、チームにすぐさま交流するんじゃないかなって私は思いますね。いやー、やっぱりね、ポジション差でかいよ。杉岡バックだけでもでかいっすよ。で、まあ、例えね、確かに、湘南ベルマーレ、今ちょっとツイッターとかいろいろと高めてるんだけど、こう、あんま補強してね、じゃあ、キックベースやってしまうんだら、補強とかそういうことをちょっともっと真剣にやるよ、みたいなね、コメント見かけたわけよ。まあ、わかる。確かに、J1 クラブで、まあ、湘南以外のクラブは、ほとんど積極的に補強してたと思う。まあ、不穴な可能性も高いけど、それでね、湘南ベルマーレね、補強したの誰や？ユースから昇格2人と、そして、杉岡のレンタルバック出戻り？レンタルバックじゃなくて、ごめん。杉岡がレンタルで帰ってきた出戻りだけ？そんだけでいいの？っていうのが結構騒がれたけど、まあ、言わせてもらうとね、大丈夫だよ。杉岡選手が1人帰ってたら結構インパクトでかいよ。なぜかって？ルヴァンカップ MVP 男だからっつよ、杉岡選手。ルヴァンカップ MVP っていう勝利の味を知ってる男がね、帰ってきたからね、これはでかいと思うね。うん。
いや、まあ、そうするとね、湘南ベルマーレ、去年からの湘南ベルマーレ見てるとね、5連敗、6連敗した後の湘南ベルマーレは、とにかくね、勝ち始めると思うんだよね。そう、1ヶ月負けなしとかって始まると思うんだよね。そう、5連敗、6連敗とかした後の湘南っていうのは、大抵なんかね、負けなし期間っていうのが始まった、フィーバータイムだ、俗に言う。フィーバータイムが始まるからね、私はそこに期待してるんだよね。だからそう、次の清水さんあたりからね、多分湘南ベルマーレの掃除の打つタイムが終わって、で、こっからね、こう、1回ぐらい負けなしのね、勝ちで、ガン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 積み上がっていく、そうタイムが始まるんじゃないかなって、私は思う。まあ、それを実現するためにね、次回の清水エスパルス戦、絶対勝てよ！いいじゃん！じゃあ、気がした！チェキ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 。ジャギャッス！ジャギャッス！ふぅ！星屑さらう、いつでも